モヒの戦い、もしくはシャイオカハンの戦いは、1241年4月11日に、モンゴル帝国の十チ家の当主バトゥ率いる、モンゴル帝国軍とハンガリー王ベーラ4世率いるハンガリー軍たちとの間に、モヒで行われた戦闘。シャイオカワで行われたことから、シャイオカワの戦いとも呼ばれる。1236年に始まった、いわゆるバトゥの生成において、 モンゴル軍はまず、ボルガブルガールに侵攻した。同年、グルジア・アルメニアに侵攻し、翌1237年にはケチ,チェンに侵攻した。ついでクマン所属とルーシ諸国をルーシ侵攻で征服した。ポーランド侵攻では、トゥルスクの戦いに勝利すると、モンゴル軍はサンドミエシュで部隊を二つに分け、バイダルヒキール主体にポーランド侵攻を任せ、バトの本隊はハンガリーへ向かった。 ポーランドに残されたバイダル率いる死体は、フミエルニクの戦いに勝利したが、シロンスク公、ヘンリック2世は、ボヘミアから、バーツラフ1世の率いる援軍がレグニザへ到着するのを待っていた。一方、バトゥのモンゴル軍本隊は、カルパチア山脈のベレッケ峠を守るハンガリー軍を、駆逐し、パンノニア平原に入った。知らせを聞いたハンガリー王ベーラ世は、シロンスク公 ヘンリック2世が北方のレグニツァでモンゴル軍の死体を引きつける間にモンゴル軍本体を叩くことを決意して10万の大軍を召集し出撃した。ハンガリーに侵入したモンゴル軍本体はバトゥ率いる部隊とスブ隊率いる部隊に分かれており、バトゥ軍はドナウ川まで進んだ頃、ハンガリー軍と遭遇した。数に大きく劣るバトゥの部隊は撤退を始め、これを追って、 ハンガリー軍はシャイオカワとヘルナット川の交流地点、近くのモヒャ平原に入った。一方、スブタイ率いる部隊はバトゥの部隊とそれほど離れていなかったが、ハンガリー軍を包囲するためバトゥが使った、石橋以外のシャイオカワの都下地点を探して南方に進んだ。ベーラ4世はモヒャ平原に到着すると、素早くモンゴル軍の前衛部隊を撃破し、 シャイ・オカワの石橋を奪い東岸に、共闘法を得た。そこでベーラ4世は西岸に、主力部隊と共に、強固な防御エンジンを築きあえした。ハンガリー軍は、正面のバトゥ率いるモンゴル軍が自軍より数で遥かに、劣るのに安心していたが、バトゥは、翌朝7台の投石機を前線に投入し、シャイ・オカワ東岸のハンガリー軍の共闘法に石弾と、矢玉の集中攻撃を行った。 耳を裂くばかりの爆音と閃光を伴って行われた、この射撃と連携して、モンゴル軍は騎馬隊を突撃させたため、ハンガリー軍は後退を始め、バトゥは石橋を再びダッシュした。石橋を得たモンゴル軍は続々とシャイオカワを渡り、進撃したが、数に勝るベイラ4世は、モンゴル軍をシャイオカワに追い詰めようと主力を投入し、激戦が行われた。 ハンガリー軍の騎馬隊は何度も突撃を繰り返したが、その度にモンゴル軍は投石機と弓矢でハンガリー軍を撃退した。この時ようやくすぐ隊率いる別動隊が戦場に到着し、ハンガリー軍を完全に包囲した。大軍を動かすには模擬平原は狭すぎ、身動きの取れなくなったハンガリー軍はモンゴル軍から浴びせられる。 大量の石段と矢玉によって壊滅的打撃を受けた。しばらくしてすぐ隊は西方の未包囲を解き、意図的にハンガリー軍のための逃げ口を作った。ハンガリー軍のうち少数は武器や防具を放棄して包囲を脱したが、馬を乗り換えたモンゴル軍の軽器兵に追いつかれ、ほとんどが打ち取られた。ベーラ4世は過労死じて、モンゴル軍の追撃を逃れ、ダルマチア沖の孤島に避難したものの、 この戦闘で、ハンガリー軍はほとんど壊滅し、ハンガリー全域は、モンゴルの占領下に入った。一方、バイダル率いる死体は、ボヘミア軍との衝突を避け、4月9日に、レグニツァで、ヘンリク2世率いるポーランドドイツ連合軍と、激突した。レグニツァの戦いにおいて、モンゴル軍は容赦なく、ドイツポーランド連合軍を殺戮し、 ヘンリック2世は戦死した。バイガル率いるモンゴル軍は、ブローツワフを破壊すると、ハンガリー領モラビアに移り、1241年に、オロモーツでオロモーツの戦いを行った。そこで、精神中のバト率いる本体を待って合流し、次の目的地ウィームを目指した。しかし翌年の1242年に、大ハンオ王デーの死による、遠征軍の帰還命令を受けるとバトはやむなく、 ハンガリーを放棄し、モンゴル軍はハンガリーから撤退した。ありがとうございます。